はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ロードランナーという穴掘りゲームですね。こちらのリメイク版であるロードランナーレガシーっていうのがのスチーム版を遊んでいきたいと思います。こちらですね、スチーム版と、Nintendo Switch 版と PS4 版が、出ております。1200円で買えます。非常にあの安いということで、ロードランナー以前ファミコン版を、4回続けてやってクリアしたことがありますね。ファミコン版、ハドソンから出たファミコン版ですね。ということで再びロードランナーにチャレンジ。今度はレガシーモードということで、レガシーモードじゃないわ、なんかリメイク版だ。ということで、こちらですね、クラフトモードっていうのがあるんだけど、なんだクラフトモードって、なんかロゴは表示された。開いてない。何かしないとクラフトモードに挑戦できないのかもね。あとランクっていうのがあるみたいだ。2人で遊ぶこともできるということですね。ということで配信ツイッチで行ってます。ツイッチアカウントフォローぜひお願いします。 Please my ツイッチアカウントフォロー、Please、アーカイブは2日後、ですので13日21時頃にプレミア公開で YouTube にアップロード予定です。ぜひ見てください。YouTube チャンネル登録、高評価お願いいたします。My YouTube チャンネル、This Live Archive Upload My YouTube チャンネル Two Days After Upload プレミアライブ My YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧ツイッターである X のアカウント持っております。ぜひ、見ていただければと思います。ツイッター X のアカウントフォロー、リポスト、いいねもお願いいたします。ツイッター X マイアカウントフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。では、今回一人で遊んでいきましょう。なんだこれ。アドベンチャーストーリーモードか。でもどうやらロックが解除されてない。本当はクラシックステージがやりたいんだが、とかみんなのステージがやりたいんだが、まずはこれをやらないとダメみたいですね。行ってみましょう。なんかシンプルですね。いや、こういうストーリーモードいらないしな、別に。チュートリアルなんだ。はい。あ、敵出ないや。まあ、やっていきますか。まあ、知ってるから。この辺は。ん？ちょっと待って。
X が左、A が右ですね。掘るのは。じゃあ次のステージ行きましょう。飛ばせるモードがあればいいんだけどな、スキップ。下を回っていった方がいいのか。あれ？え？あ、そういうことか。あ、落とし穴だった。なるほど、チュートリアルもモードなんだ。まあ家庭用ゲーム機らしいですね、星さんって。クッキングシミュレーターとか。オーバークックとか、その辺の影響を受けてるな。あ、間違えた。早く早く埋まってくれ。来た来た来た。こっちは無理だ。こっち右から行くしかない。え？あれ？これどうやって掘るんだ？こうか。ん？だこれ。あ？死んだー！時間が経つと敵が現れるのかな。いや、リトライ。いや、さすがにふざけんなですよ。上から順番に掘っていった方がいいな。まあ、さっさとクリアしましょう。これで星3ですね。次のステージへ。で、あ、そうやな。これ。こうだ。米の罠。上に行って、ここからですね。間違えた。え？これどうやってクリアするんだ？あ、間違えた。あ、でもこれでいいのか。早く上に行きましょう。よかったよかった。
お、なんだ？ついに敵が登場か。あ、あの兄、勝手に落ちてくれた。ありがとうございます。いただき。あれ、勝手に死んだ。またと、あな。また。どんどん行きましょう。敵は一匹。まずはここで。どうやって掘るんだ。時間制限がある。今のうちだ。あー、ダメだ。星にだ。ステージ選択へ。ちょっと1面戻ります。早い。はい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 。OK。よし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 。これでどうだ？星3になる？ノーキル。ノーキルっていうのがあるんですね。え？あー、ダメか。え？どうすりゃいいんだ？時間となら戦いなんだ。
あ、間違えた。スノーキルじゃない。あと一つ。これでいいはず。どうだ？ちょっとなんか時間かかっちゃった感はあるな。あー、ダメだ。牛さん、牛さんにならない。どうしても時間がかかってしまう。クリアできるけどな。クリアできるけどどうしても時間かかっちゃうな。ダメだな。どうすれば星3になるんだ。ノーキルすれば星3になるのかな。は？孔明の罠か。時間がかかりすぎる。もうちょっとリトライしてみるか。うまくいかないな。あ、ダメだ。よしよし、もうちょっと。オッケー。ノーキルも加わって星3になりました。こういうことか。あ、間違えた。なかなか難しいな。
スタート。回り込んで、駆け引きですね、この辺は。これで星さんだ。次はどうなってんだ。なんか敵が強化されたのかな。スピードが上がるとかかな。あ、間違えた。移動するしかない。あ、ダメだ。あ、落ちきってない。ちょっとなんか吸液難しくなったよな。まあ上から取っていくのが王道かな。こういうことか。ぐるぐる回ってるだけってことは、でも時間がない。これどうだ？あれ？なんで星が足りないんだ？ノートラップ、ノーミス。もう一回行ってみよう。なんで星さん取れないんだろう。あ、星さん取った。何だったんだ？タイムボーナスかな？は、いきなり死ぬ。反射神経が求められるな。あなたはタイプの敵だから。は？ク
リアできるけど、あ、ダメだ。はあ、やっちゃった。一旦クリアはするけど、やり直しですね。星1しかつかへんからな。いや、危な、一瞬。あー、ダメだ。多分時間が足りなかったものと思われる。間違えた。一個だけでいいんだよな、そこ。避けて。でどうだ？あー、ダメだ。なんていうか、もっとスピードアップを求められるのか。
続いて、どうだ、あ、ダメだ、何かが足りない。タイムボーナスかな、タイムボーナスの割合が大きいからな。あ、落ちないんだ。だから掘るのはあんまり意味がない。近づいてこないんだ。普通近づいてくる、あ、え、こういうことか。あ、よしよしよし、通過した後で、あ、あー、なるほど、そういうことか。掘ってはいけないロードランナーって難しいな。通過した後で避けて、オッケー。
あーでもなかなかしに寒いですね。なんだこのパズルステージなんてあるんだ。行ってみよう。そういうことか、積んじゃうんだ。あ、間違えた。なんでこっち掘っちゃうんだ。こういうことだな。ああ。これ星さんは簡単に取れないと思っといた方がいいよな。で、このブロックは復活する前に上がる。だってこうでしょ。いやこれしかないよな、うん、さんだ。いや難しいなこれ。やっぱり俺はこれがやりたい。星1とか星2とか星3とかいらん。これで OK。 やっぱり厳しいか。間に合わない。オッケー。こういうことだな。あ、一応星は2までなんだ。やっぱりクラシックモードが一番好きだな。そのまま、あのグラフィックで良かったんだよな。積んじゃう危険性もあるよな。そう、あの離してしまうケースがあるんだよな。
これでクリアじゃないよね。多分。これを拾って終わりか。これをやりたいんだよな、俺は。行きましょう。クリアです。完全に別ゲームになっちゃってるな。ノーマルモードって間に合うか。間に合った。出し抜く。あ、ダメだ。行けばいいと思う。やっぱり出し抜くゲームだよな。うん、なんだこれ。まあ。あ、間に合わない。タイミングが早すぎた。最後でもいいかも。とか取っていくとベストだもんな。まだ？ってことは。ボスが嫌だな。死ぬ。死ぬんだ。死んだ。死んだ。なんかオプションがある。ここはステージの最初からだな。あ、間違えた？いや、いけた、開けた。OK。これ、ファミコンでもあったような気がする。
OK。右から回り込んで出し抜く。そう、これがやりたかったんだよな。でも星には、あ、星には確保できた。ダメでした。いきなりは無理だ。やっぱり隙を、間違えた。え、何これ。無理ですよね。そりゃ無理だ。まあ上から取っていくのは基本だよな。ファースト上。操作が難しい。なんと、これダメなんや。つまりまだ OK。ようやく行った。結構手間かかるルートだな。まあ、星には確保しましたが、タイムボーナスがな、どうしても減ります。
どうやっていけない、上に行ってからあれを上げないといけないんだ。行こう。ハドソン版の音楽もなかなか素晴らしいな、こう見ると。 OK です、クリアです。あ、ちゃんと星2がついてくれた。23時ぐらいまでやろうとは思ってます。よしよしよし。真ん中ブロック、割れないブロックだ。これどうするんだ、上から掘っていくのしかないのか。え、どうやって掘っていくんだ。しかし一回もしかしたらあのロボットを消さないといけないのかもしれないが、だって見る限り え、これどうやってあれをあれを破壊すりゃいいんだ。なんか中間ではしごが割れてっていうぐらいしか考えられないわ。ダメでした。ちょっと様子を見よう。え、でもさ、あそこから出るわけにはいかんしな。あのロボットだってあのこれをここまでは割れるけど、これじゃ割れないしな。どうやって割るんだ。え、これ最後に多分あれを多分取りに行くんだと思う。
それしかないよな。あ、死、いやこれは死ぬよ。いやダメ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 。これ取れば、あ、そうだよな、やっぱり上に行く階段が出てくると、まあ、これしかないよな。あ、ちょっと星になった。なんかうまくいかない。ダメやな。常に1体が落ちてんのが気になるな。これ多分こういうことだよな、やっぱり。よしよし、回り込んだ。ちゃう、間違えた。落ちたらもう罪なんで。あ、間違えた。なんか焦るし。操作が本当微妙だよな。あー戻っちゃったや。オッケー。
とは、よかった、よかった、星に。別に後で撮ってもいいのか。嘘。脱出はしご。おいよ、ナイス。あ、でももうファミコン版とほぼ一緒やな、やってることが。いや、これもう上から普通にクリアすればよかったような感じもあるな。
に合うか。間に合った。よかったよかった。これラスト OK だが、時間がもうないよ。ようやく脱出で、ようやく負けた。しかしこれは、あ、星には確保できたんだ。開けないとダメなんだ。あ、ダメだな。違う、これじゃない。来い。オッケー。落ちるんかい。まいって、でも落ちるね。
OK です。みんなのステージっていうのを1回だけやってみよう。積んじゃうのか。ん？ちょっと待った。いや、まだわからん。逆だ。逆でもないや。何これ戻れないのか。
あの開かないんだこれ。これ上に乗って多分あれじゃないの？いや、本当に難しいなこれ。くらないといけないってことか。で、多分これ掘った上で、え、上にそのまま行くんかい。とりあえず振りまくる。
これ。コナド積んじゃうってことか。ああ、ダメだ。え、これって。ということで、以上、ロードランナーレガシーをお送りいたしました。アーカイブ残します。YouTube に残します。ぜひ見てください。ツイッチで配信を行いました。ツイッチアカウントフォローぜひお願いいたします。 Please my ツイッチアカウントフォロー Please、はい、YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This live archive my YouTube チャンネル Two days after プレミアライブアップロード My YouTube チャンネルチャンネルサブスクライブド&グッドボタン Please。 そしてでツイッター、旧ツイッターである X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。ツイッター X マイアカウントをプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ、はい。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。